新興メタルチューニングです。今回は PE キャブレターのパワージェット、後付け自作パワージェットの作り方を紹介していきたいと思います。これは PWK も一緒だと思うんですけど、このフロートキャップに真鍮が突き出てます。これをただ短く切りました。切り方いろいろあると思うんですけど、ニッパーでバチンと切って、それでちょっとリューターで整えたみたいな形ですね。これはで、根元まで切っちゃうとね、いろいろ良くないんで、まあ、このぐらいにしていただければと思います。じゃあこれをね、つけてみて、このホース、もうこれこのパワーフィルの横にドリルで穴開けて、スロージェット40番がねじ込んであります。ここにこのホースがもうありますので、これを組み付けた時にこの油の出方、これをまた動画撮りたいと思います。はい、組み付けてみました。はい、ここにここまで燃料が来ているのがわかると思います。こんな感じですね。パワーフィルの場合、ここのギリギリの隙間に打つスペースありますので、ここを狙って 3.5 ミリから4ミリぐらいですね、使うスロージェットによって違いますが、開けて、こんな感じに飛び出してます。これもまた走りながら、このこれを回してね、吹き出しやすくしてみたりとか調整、これは実装テストをやっていきたいと思います。でも作り方はこんな感じですので、どんなキャブでもねできると思います。空冷のオーバーヒート、これを防ぐのっていうのはもうとてつもなく大変です。まあ他の要因もあるけれども、もうメーカーも諦めたもの、そんなレベルです。もうみんな水冷になりましたから、これを空冷のまんまハイパワーにしていくと、どうしてもパワージェットがないと厳しくなってきます。そして、ポイント最後に一つお伝えします。プラグの熱化ですね、これ8番とか使ってるとパワージェットで冷えすぎてオーバークールでかぶってしまいますので、プラグの温度は上げたい、シリンダーの温度は下げたい、この逆にするためにはプラグの熱化6番からスタート、ハイパワーの場合は5番プラグを使ったりしますので、まずは6番、8番とか使ってる人はもうとっとと捨ててですね、6番、これ6番入ってます、この車両は6番からスタートしてみてください。ご視聴ありがとうございました。